女優の新垣結衣が主演を務める日本テレビ、おきてがみ京子の備忘録が10日に15分拡大でスタートし、初回の平均視聴率は 12.9% だったことが13日、分かった。寝ると1日ごとに記憶がリセットされる白髪の美人探偵、おきてがみ京子が、なぜか毎回犯人に間違われる、隠し立て、役助の依頼を受け、1日で不思議な事件を解決に導く物語、原作は西尾維新氏の同名小説、脚本は乃木明子氏、演出は佐藤東渡る氏ほか、初回は、事件に巻き込まれては身に覚えのない罪で疑われてばかりの不運な人生を送ってきた厄介が勤める企業の研究室で、機密事項のデータが入ったメモリーカードが盗まれるという事件が発生、厄介には全く身に覚えがなかったが、いつものことながら疑いをかけられるという展開だった。